はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。ジャック・アトラスです。さあ、本日なんですが、レッド・デーモンズ・デッキをね、組んできたんでご紹介していきたいというふうに思います。診断で、バリ強化されまして、めちゃくちゃ強くなりました。何が強くなったか、一枚書道が増えました。一枚書道って今までレッド・デーモンズ・デッキ多分なかったと記憶してるんですけど、このカードがマジで強いんですよね。ソウル・リゾネーター。これが一枚書道になってまして、これをね、持ってくる人なんかね、この敵めっちゃ多いんだよね。まあ、ソウル、リゾネーター、スビキと、あと、コールリゾネーター、それから、まあ、クリムソン・ヘルガイアでも持ってこれるし、あと、スモールワールドも今回採用してるんですけど、スモールワールドでもいけるし、自爆囚人、ストーンスイーパーでも持ってこれるということで、なんかソウルリゾネーターにつながるカードが、まあ、バリ多いと。まあ、これがやっぱね、この敵のいいところだよね。だから、一番初動があるってことは、手札誘発とか、まあ、その他のカードを、まあ、採用できる、まあ、余力もあるということなんでね。環境デッキの条件じゃないですか。今のね。で、このソウルリゾネーターとボーンデーモンというモンスターですね。これの2枚で基本的に動いていきます。ソウルリゾネーターでボーンデーモンをサーチしてくると一応動けると。で、ボーンデーモンがどういう、ソウルリゾネーターがどういう効果してるかっていうと、召喚特殊召喚でレベル4以下の悪魔サーチ。なんで、ボーンデーモン持ってくる。で、ボーンデーモン効果は、手札墓地にある場合、手札フィールドのカードを1枚墓地で特殊召喚。なんで、まあ、ここで非チューナーとチューナーを並べてシンクロしていくってことですね。リュウさんこれレベル4とレベル3じゃないですかっていう話なんですけども、これボーンデーモンのレベル操作効果ありまして、2番の効果で、手札の敵から悪魔族中の墓地を送りながら、レベルを1個上げるか下げるかできるみたいな効果ありますんで、これでレベルを、まあ、下げまして、基本的にはライジング出していくと。でライジングがまあね強いじゃないですか。基本的にはライジングとクリムゾンっていう、まあ、この動きはね、変わってないです。正直そのクリムゾンリゾネーターをレッドライジングで蘇生して、クリムゾンの効果で中南2体出してきて展開するっていう動きは基本的に変わってないんですよ。このデッキ変わってないんですけど、そこに、まあ、新規モンスターが絡んでくると。でエクスタデッキが出てくるモンスターで、このスカーレットデーモンっていうモンスターがめっちゃ強くて、こいつレモン扱いになるんですよ。フィールド墓地で2番の効果、これモンスターゾーンから墓地を送られると、エクスタデッキからレッドデーモンズを1体シンクロ召喚扱いで出せるよと。で、こいつがドラゴン族闇属性シンクロモンスターの素材として墓地を送られてたら、攻撃表示モンスター全部破できるよと。だからデザイン的にはスカーレットで攻撃表示モンスターを全部破し、レッドデーモンで守備を全部破することによって相手のモンスターを全部破できるよみたいな、まあ、そういうデザインになってます。でスカーレットデーモンが要はその2体分なれるんですよね。レベル8闇属性ドラゴン属モンスターのレッドデーモンズドラゴン出せるから2番の効果で。だからここでね、まあ、でかいシンクロモンスターの2体ないし3体ぐらいボンボンって出していけるんですよね。でそこで出していくのが、レッドデーモンアビスとか、あとまあディスパテルであるとか、まあ、スカーレットオデモンとか、まあ、スーパーノバとかスカーレットノバとかこの辺ですね。で、これなんで2枚ずつ入ってるかっていうと、あのね、クシャトリアユニコーンが最近結構流行ってまして、ユニコーンめっちゃ出てくるんですよ。でユニコーンマジ鬱陶しすぎて、なんかその一応2枚入れることによってケアしてます。何そのユニコーンの効果をね。でこれちなみに自分も最初ユニコーン入れてたんですよ。最初はレベル7でしかも特殊召喚できて、で一応その盤面のコストになれるから、まあ、ボーンデーモンのコスト稼げるなと思って、でしかもボーン、のコストにしたクシャトリラはまた帰ってこれるからさ、バースでと思って入れてたんですけど、結局なんかクシャトリラユニコーンとソウルリゾネーター引いても大した盤面なんないんですよね。はい、なんでだったらもうなんかスモールワールドぶち込もうと思って、スモールワールドでそのボーンデーモンとリゾネーターみたいな動きをちょっと極力やっぱ成功率高められるようにしたかったっていうのと、あとねこれね回してて思ったんだけど、ここへの無効めっちゃ重いんですよ。レッドライジングの効果通んないと基本的には強い場面できないんですけど、レッドライジングからのクリムゾンリゾネーターのムーブね、これがマジで重くて、でクリムゾンリゾネーターとかレッドライジングに対する無限包容とかエフェクトベーラーみたいなカード止めたいんですよね。だからスモールワールドでサウラビスを持ってこれるようにしました今回は。まあ、だから3積みされてるんですけど、これねめちゃくちゃ優秀で、このデッキそのソウルリゾネーターとかこのボーンデーモンとかこの辺のカードね、属性が違って種族だけ同じ でレベルもバラバラみたいなとこあるんですよ。攻守もバラバラだし、だからねスモールワールドめっちゃ相性いいんですよね。だからウバループ経由すると大体何でもなれる。だからウララを持ってる場合はスモールワールドでウバループ経由したらソウルリゾネーターになったりとか、あとウララをエフェクトベラー経由するとサウラスになったりとか、あともちろん怪獣も持ってくることができちゃうっていうので、ラディアン一応高校で後手まくりで使えるかなと思ってこれ入れてるんですけど、これもスモールワールドの経由地点になってくれたりするんで、なんだかんだねめっちゃ強いんですよ。はい、スモールワールドがこれを今回は入れましたというところですね。はい、でエースモンスターである、まあ、スーパーノバとかスカーレットノバみたいなモンスターたちはちょっと上振れないと
出ないんですけども、一応ソウルリゾネータープラス何か X みたいな、そのシンクロリゾネーターとかボーンデーモンみたいなカードで、一応展開することはできるんで、まあ、ちょっと2倍コンボになっちゃうんですけど、この辺のモンスターも出ますと。で、この展開でいうとはリュウさんどういう風になってるんですかって話なんですけども、まあ、ちょデッキレシピの方にも書きましたが、僕あのブログ一応やってまして、あのリュウのブログっていうところにね、レッドデーモンズドラゴンのね、あのデッキの展開例がねいっぱい書いてあるんで、あよかったらそっちご覧ください。はい、デッキレシピに一応載せときましたけど、リンク踏めねえんだよな、なんかあのニューロンって。まあ、ちょっとその辺ご覧いただければなと思いますんで、はい、リュウのブログと Google で検索していただいたら多分出ると思います。はい、早速やっていきましょう。デュエルスタンバイ。そう、見せてやろう。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。え、これどこから行けるの。クリムゾンヘルガイアから行けばいいか。さあ、うらら持ってるか。あ、なんかあるな、なんかあるわ、ちょ、わかんねえ。クリムゾンヘルガイアの効果を発動。いや、これうららじゃねえか、これうららじゃねえな、ここは今発動時だもんな。増時か、増時だな増時やな。これデモンズゴーレムでいいかな。デモンズゴーレム、デモンズゴーレムでいいか。デモンズゴーレムはちなみにシンプルに妨害が集まっているため、一応展開が止められてもデモンズゴーレムでの妨害はできるぜ。ソウルリゾネーターを召喚し効果を発動。お、ポール、マジこれ中村徹だな。これちょ待って、これどうしよう。コストコストシンクロンするしかねえか。ウララエフェクトベーラーはちょっと強いから、普通にちょっと相手のターンで妨害になれるしな。でこれ同時だろ。あー、オッケー、了解で、ウララぶん投げまして、かましていく、かましていく。さあ、残念だったな、貴様の増殖する G は通らない。なんだそのゴキブリは、エンターメントイメントじゃないな。そんなゴキブリモンスターを使ってるようではエンタメ精神は学べないぞ。まあ、ちなみに俺は絶対に入れるけど、一気に。そしてボーンデーモンの効果を発動。ボーンデーモンの効果により悪魔族チューナーを墓地に送ることによって、クリムゾンリゾネーターは墓地を送り、レベルを下げることができる。ボーンデーモンにソウルリゾネーターをチューニング。赤き竜よ、エンマを呼び起こす道を照らし出せ。漆器の召喚現れよ、レッドライジングドラゴン。効果発動、無限砲をやめて。対象クリムゾンリゾネーター、ドターン。シャー、クリムゾンリゾネーターの効果発動。ちなみにこの効果通るか通らないかゲーすぎるマジでこのゲームで。ビジョンリゾネーターとシンクロリゾネーターを特殊召喚。そしてレッドライジングドラゴンにレベル2のビジョンリゾネーターをチューニング。王子がもたらすは血の表現。シンクの魔竜よ、戦場にその爪痕を残せ。シックな召喚現れよ、スカーレットデーモン。そしてビジョンリゾネーターの効果を発動。ビジョンリゾネーターの効果によりスカーレットゾーンを手札に加えていく。そしてレベル8のスカーレットデーモンにレベル1のシンクロンリゾネーターをチューニング。深淵の闇より解き放たし魔王よ、その奮闘を爆散させよ。漆器の召喚現れよ、エンマリュー、レッドデーモンアビス。そしてシンクロンリゾネーターの効果と、対象はこいつ。そして、スカーレットデーモンの効果、スカーレットデーモンの効果によりエクストラ距離現れよ、我が魂レッドデーモンズドラゴン。これインチキすぎるなビジョンリゾネーターを手札から特殊召喚し、レベル8のレッドデーモンズドラゴンにレベル2のビジョンとレベル2のクリムゾンをチューニング。王者と悪魔、今ここに交わる、アラブル魂よ、天地創造の叫びをあげよ。漆器の召喚入れよ、スカーレットロボドラゴン。かっこよすぎ、かっこよすぎ、ワロタかっこよすぎ、ワロタエンドフェイス。まあちょっと多いな、楽印か、ちょわかんねえな。まあとりあえず、まあ盤面はできた、最強デッキが爆誕した。何セット、え、それ何、そのセット何、うーわ、きっしょ、きっしょ、いや、きっしょはいマジでさ、このアルバレナッツとかいうモンスターの効果考えたやつ、ほんとくたばれ、マジで。いやー、まあまあ言うてでも幕融合とか引かれてないんだけど、まだマシか。
マジキモいな。スカーレットゾーン発動したところで別に除外ゾーンにカードねえしな。ちょマジで鬱陶しいわあのカード、ほんまにキモい。マジでさ、アルバレラツとかいうモンスター考えたらマジでほんと地獄に落ちてほしい。はい、口があるってすいません。でボーンデーモンとで、まあ、レッドライジングドラゴンもいるしさ、クリムゾンヘルガイもあるからこれなんとかなるか。まあ、ちなみにレッドデーモンズは割と盤面復帰力はまあまああると言われてるんで、まあ、これでねちょっとなんか頑張って展開を伸ばしていきたいといったところでございますな。まあ、とりあえずソウルリゾネーター回収だな。そして、まあ、ソウルリゾネーター召喚するところまでは行っていいと思う。まあ、ボーンデーモンもレッドライジングも使える。レッドライジングはちょっとさすがに後で使うか。今使ってこんな感じで伏せ何無限法要とかそっち系でしょ。いや無限砲だって撃ってるか、もうトップかもしんねえか、ちょ分かんねえわ。なんだあれ、伏せカード分かりません。お母さん、あの伏せカード分かりません。僕収賄のウバループを手札に加えるぜ。収賄のウバループを墓地に送りながらボーンデーモンの効果使うの、これめっちゃ強いんでね、皆さん覚えておきましょう。これ最強なんで。ウバループはちなみに墓地から回収して手札が特殊化する効果持ってますんで、まあ、これコストとしては本当に強い。これこの動き、そして、ボーンデーモンを特殊召喚、これ一旦レベル上げるスタイルか。ちょっとウバループ効果使う、ウバループ効果使って、これアビススカーレットゾーンで蘇らせるの先だな。うん、これだ、来たわ相手捨てカード。いやーキモい、やばい、マジでイライラしてきた。どうして俺に気持ちよくデュエルさせれんだ。貴様対象は どれだ、ウバループか、どっちでもいいか。あーアビスか、どうしな、まあいいだろう。ちなみにいや意味ないな、意味ない。あの結局ねスカーレットゾーンがあの発動したところで大して今何も起きないんで、でウーバーループ回収できませんでしたと。まあ一旦8して一旦8すんじゃね、さすがに。これスカーレット先だろ。でボーンデーモンの効果を発動、ボーンデーモンの効果によりボーンデーモンを対象に取りレベルを変更していく。ソウルリゾネーターを墓地に送ってレベルを上げさせてもらうぞ。そしてレベル5のボーンデーモンにレベル3のソウルリゾネーターをチューニング。王者がもたらすは血の表現、真紅のマリーがどうのこうの、現れよスカーレットデーモン。そして自分の墓地に存在するレッドライジングドラゴンの効果発動、レッドライジングドラゴンの効果によりシンクロンリゾネーター2枚を特殊召喚。これシンクロンリゾネーター2枚特殊召喚する動き強すぎてやばいよなこれ。そしてスカーレットゾーンの効果、スカーレットゾーンの効果により自分の除外されている、エンマリューレッドデーモンアビスを特殊召喚。うむ、そしてレベル9のレッドデオンアビスにレベル1のシンクロンリゾネーターをチューニング。現れよ名誉レッドデーモン、レッドデーモンディスパテル。シンクロンリゾネーターの効果発動、シンクロンリゾネーターの効果により、まあ、もう一回ビジョンリゾネーターでも回収しておくか。そして、ビジョンリゾネーターを特殊召喚。そしてレベル8のスカーレットデーモンに、じゃあレベルちょっと合わなかったな、まあ、いいか、レベル8のスカーレットデーモンにレベル2のビジョンリゾネーターをチューニング。泰山明道山尾崎地の炎を止めにその身をさらせ、新規の召喚エンマリューレッドデーモンベリア。そしてビジョンリゾネーターの効果とスカーレットデーモンの効果を発動、ビジョンリゾネーターの効果によりレッドデーモン系のカードを回収し、さらにスカーレットデーモンの効果によりフィールドのモンスター、誰あいつマジでキモい系カードめっちゃ入ってるな。やるな、やるじゃないか、まあまあうぜえな。これ手札切んのかな、ちょっとわかんねえな。まあでも手札切んねえたら死ぬか、あれ相手、あーうっとしい。なるほどな、これはってことはディスパテルとベリアルってことか。まあでも確かにね、これ多分ほっといたら死ぬとかあるもんな、これ。
ほっといたら死ぬっていう説はある。でディスパテルでまあ蘇ってくるからね。やるじゃないか。禁じられた人しずくはかなり効くぜ。痛いぜ、めちゃくちゃ痛いぜ。そして現れろ、レッドデオンズドラゴン。我が魂、ちょ、我が魂さあ、我が魂、シンクロ召喚工場言うタイミングねえんだけど、インチキ召喚しかしてないから。バトル行け、レッドデーモンベリアルでアタック。金敵マジ、金敵アブソリュートございわ、アブソリュートございわ、金敵アブソリュート強い。金じゃ一筋とかいうカード、やばい。ちょっと待ってくれ、どうしよう。メイン2入る、やることがなくなってしまったぜ。エンドフェイス、やることなさすぎ、笑った。でレッドデーモンズドラゴンの効果を発動。あ、それはいいです。あの攻撃表示、攻撃したモンスター以外のね、あのモンスター、あの、あ、やべえ、使われると思ってくれ、これ最強で。シンクロリゾネーターの効果、シンクロリゾネーターの効果によって回収、ビジョンリゾネーターでいいかな。なんかビジョンがやっぱ結局特殊召喚できるレベル2チューナーなんで、まあめっちゃ強いんですよね。まあ、ソウルリゾネーターは次の回収のターンで一応初動になれるので、まあそれも強いんですけど、まあビジョンリゾネーターが召喚権使わんくて強いから、これ何をあの回収したらいいか問題は結構むずい。はい、楽園融合どうぞ。ね、除外ゾーンないよね。はい、まあでもこれ言うてね、モンスター効果をあの発動したら相手が、破壊できるんで、そいつをディスパテルで。で一応デモンズゴーレムがあって、でゾージーとエフェクトベーラーあるので、まあ言うて反動はまあ強いかなっていう気がしますね。3枚あるけど相手の手札。はい、さあどうする、さあかかってこい。キングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。まあ、貴様がエンタメを拒否してる。何？誰？まあでもそれはでも普通に効果破壊できるんでめっちゃ強いですね。はい。まあ、ディスパテル効果発動。ディスパテルの効果を起動し、レッドライジングドラゴンのを、デッキに戻すことにより、相手が発動したモンスターがこの効果を発動したときに、そいつを破壊することができるぜ。これで結局アルバスの楽園は破壊される。そして。クリムゾンヘルガイアの効果、クリムゾンヘルガイア強すぎるだろこれクリムゾンヘルガイア強すぎだろ。楽園融合、はい、これさマジでさ、これさ永遠にレッドデーモンズドラゴン持ってくんだけど、マジ強いなこのカード。まあいいわ。さあ楽園融合によって、ちなみに楽園融合の対象になった、あ、楽園融合でな効果を発動したモンスターはエクトペーラーで無効にするぞ。ちなみにもう1体なんか破壊されると次のターン、これレッドデーモンズ4体並ぶっていうやばいこと起きますけどねあ、バスタード、なるほど、バスターディング、オッケー、いいだろう、バスタード。はい、回収、あ、違うわ、これ断罪送りか、断罪送り、オッケー、断罪送り、オッケーで、黒五竜アルビオンの効果で戻る、で断罪効果で赤ね、はい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 、はい、赤回収 OK、 いいだろう、なかなか相手粘ってきてるぜ、いいデュエルだ、エンターテイメントしているな、うむ、いいだろう。デモンズゴーレムの効果を発動、貴様のバスタードをゲームから除外するという効果に赤の烙印を発動、そしてアルバスを回収、この効果に支援し、スカーレット、ゾーンの効果を発動し、貴様のバスタードを破壊、これで融合素材モンスターが盤面と手札に足りないなキングのデュエルはエンターテイメントでなければならない。そして貴様は召喚権を使った、もうアルバスを盤面に出力することはできない。バスタードいいだろう、バスタード、まあ、デスペア出てくるのかこれ、めんどくせえなおい、あ、めんどくせえな、めんどくせえなこれ。いやまあでも言うてクエムは今何もしねえ、今クエムは何もしない、剣を送ったところで何も起きない、行くぜ、何もせずにバトルだぜ、バトル行け、アブソリュートパワーフォース、あー、これやんないです、アブソリュートパワーフォース、クリムゾンヘルガイア効果発動、さらにレッドデーモンズドラゴンは墓地から特殊召喚、うわー、現れよ、我が魂が4体
来るぞユーマ。いや来ないわ。アブソリュートパワーフォース対戦ありがとうございました。レッドデーモンズ出すぎじゃない。あーニビルで頑張れるデッキだと嬉しいな。うわーでもニビル効きそう。このデッキはニビル効きそう。ちょっと一回チェーン全部隠すわ。パワーピアスに打つわ。パワーピアスに打ちます。はい。あスキアクロ、えマジ、あスキアクロクショ取りなデッキか。なるほど。でもパワーピアスあるってことは多分パワーピアス打つよな、おそらく。いやちょっとうららいいや、もううららの打ちどころはパワーピアスだと思うし、なんかいろいろ全部使わせてエクストラデッキも全部使わせた後にニビルとは、うん、ベロネア大きいだろう。はいいいでしょう。はいいいでしょう。いいでしょう。なんかもうニビル通る前提で動いていい。もう後手か勝てなすぎてもうニビルかますしかないんだけど、さすがにさ抹殺のシミュレーション引かれててニビル無効にされることもないと思うんだよね。このデッキ多分ウーサとかが出てくるようであればちょっとめんどくさいんだけども、まあ今のところ出てこなさそうで、トライヒハートくんが、出てきます。いいでしょう。まあもうなんかもう全部さ展開ダラ通しするわ。で、まあ、ここぞというタイミングでニビルとこっちも今右クリック押しっぱなし、右クリック押しっぱなしにして相手のそのチェーンから切られることによってもうなんか何も持ってないですのアピールね。これ、はい、全部使わせる。ライズオッケー。すごい展開力だぜ。でライズハートが出てくるぜ。いいだろうこの後やな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 。何紹介される、ここやなオッケーオッケーオッケー。除外されたの言うて大したことない言うて大したことない。ここまで待ってニビルはキモい。おらーすごい打点になるぞこれ。おらー9900が草、9900やばい、9900やばすぎ。ちょこれであれか、ライフビーあるから縦の方がよかったか、まあ関係ないかあんま言うて。いやこれさすがにきついだろ相手。さあどうするか。よし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 ニビル、ニビル隠し、ヒギニビル隠し、これ決まった。ストーンスイーパー、まあ一応効果か。これウララ打たせたいんですけど、ウララあります、ウララ、いやわかんねえなこれ。でも言うて俺の盤面になんかニビルいるから、言って無限保養とかエフェクトベーラーとかかもしんねえしな。ちょっとわかんねえわこれ。ちょっと待ってね、これ、ビジョンリゾネーター持ってこないと、一応無限法要とか打たれたときに貫通できねえか。どこに無限法要打たれるかも結構これ、なんか大事というか、まあ、その相手によるというか、難しいところなんですよね。まあ、一応、ソウルリゾネーター召喚していくしかないんだ。ソウルリゾネーター召喚。怖そう。ちなみに、これに無限法要って言われたら止まるけどな。これに無限王って言われたら普通に止まる反動でやばい。あでも一応止まんなかった。ボーンデーモン、これ分かり手かどうかでもよるんだよね、相手のね、なんか相手の理解度みたいなのも結構ね重要になってまして、あこれちなみにニビルクソ邪魔なんで、ニビル墓地送ってボーンデーモン特殊召喚で、ボーンデーモンの効果を発動。ボーンデーモンの効果によってボーンデーモンを対象に取り、これをレベルを下げていくぜ。よしこれも通る。でクリムゾーンリゾネーターを墓地へ送らせてもらうぞ。そしてレベルを下げていく。まあもちろんレッドライジングをかましていくぞ。ちなみにハカアナもきついからなこのデッキさ、なんか後打ちされるハカ、このね先行でセットされるハカアナとか無限法要めっちゃ重いんだよ。頼む人格レッドライジング、クリムゾーン大将これこれマジ重いのよ、これマジ重いじゃないですか。ただ今回はビジョンリゾネーターを持ってきておきました。私これこれよ、これこれでね貫通していくしかない。でビジョンリゾネーターとレッドライジングで新規の召喚現れ、スカーレットデーモン。そしてビジョンリゾネーターの効果、ビジョンリゾネーターの効果により、クリムゾンヘルガイア、あそうかさっき紹介させたのか、クリムゾンヘルガイアを手札に加えていくぜ。そして、
こっち待って、9900でしょこれ。9900ってどうしたらいいの、これ。あら、レッドデーモンズ殴ったらいけるか。9900攻撃表示以外のやつはねちょっと除去れないんですけども、まあ、一応デモンズゴーレム持ってきまして、はい、そして手札よりシンクロリゾネーターを特殊召喚、さらにレベル8のスカーレットデーモンにレベル1のシンクロリゾネーターをチューニング、なんか深淵がどうのこうの、現れよエンマリュウレッドデーモンアビス。シンクロリゾネーターの効果と、対象はこれマジでさ、これ何返してもいいの、これソウルかさビジョンか、これどっちこれ返してもいいの、これわかんないんだけど、返しのターン、まあ、ソウルの方がいいのかな。だからさ、ソウルって一応さ破壊対戦だよね、墓地の。だ回収するとさ、それはそれでさ破壊対戦だけみたいな感じじゃん。これマジむずいんだけど。レッドデーモンズドラゴンを特殊召喚、そしてビジョンも回収、さらにあとさらにもう展開できないか。これ9級でしょ、7級7、いやじゃあ 2級で7000、いやこれギリ耐えてるな。ちなみにあのモンスターどうやって処理するか分かるか、みんな。そう、いけ、レッドデーモンズドラゴンの攻撃アブソリュートパワーフォースいってー、ゴーガーボゴーこれあまりに強引、ニビルトークの処理法はあまりに強引。そしてスカーレットデーモンも特殊召喚、ニビルトークンがあれだったら攻撃表示出しておいたら普通にスカーレットデーモンで処理できるから、こうニビルトークン攻撃表示出しましょう。皆さん理解しました、完全に。エンマリュウレッドデーモンアビスの効果、まあんま関係ねえかこれ、言うてあんま関係ねえか。クリムゾン、あのクリムゾン、これあれか、クリムゾン、あこれこれひらめいちゃうかもしんね、これひらこれピラミッド色じゃね、これ分かったわ、これクリムゾンリゾネーター特殊召喚、ここ来たわ。レッドデーモンのこと何、あー向こうにしとこうか。でメイン2で、これピラミキーの下は要はさ、ソウルリゾネーターでさ破壊 耐えればさ多分除外ゾーンにカード行くんだよ。ってことはよ、ってことは逆に言うと、これ逆に攻撃宣言しないモンスターを爆誕させて、こことここ、あれあれよレッドデーモンズドラゴンディスパテル、そしてカードを1枚セット、まあこれでターンも終了だ。レッドデーモンズドラゴンの効果でエンドフェーズに攻撃宣言をしていないモンスターは、吹き飛ばされるという効果が発動するぜ。うわー、ソウルリゾネーターの効果で耐え、除外ゾーンにカードを用意することによりディスパテルの効果を有効化する。これよ、これによってアビスの向こう、ディスパテルの向こう、そしてデモンズゴーレムの除外、あらさらにウララおよびエフェクトベーラー、ご妨害強い、え当たるノバダル、うわーダリー、向こうしてるか、でも手が一枚やろ、向こうしろ、向こうしろ、何されても大丈夫やろこの手札だったら、大体何されても大丈夫理論が発生しております。さあどうする、あやべやべ、可能性ワンチャン使ってきたか、やべえ、1000しかない、あぶね、あでもよかった、3500、3200、3000だ、あぶねえ、何殴られても耐えてる、クソ危ない、危なかった、2枚ドロー、それも全然無理、さよならあぶねえ、あぶねえ、これトークンちょっと攻撃表示で出すの癖つけるわ、ニビルトークン、はい、さよなら、じゃあな、楽しいデュエルだったよ、ははー、キングのデュエルはエンターテイメントで投げればならないんだ。これちなみに星野さんさあ召喚コードを自分で考えてるって結構すごくない？声優さんね、キングジャックアトラスの声優さんのさ、あれ別に公式が考えてるのを言ってるとじゃなくてさ、星野さん自分で考えちゃってたよね、召喚工場結構すごいよな、しかもなんかかっこいいし、召喚工場めっちゃやっぱ声優さんだからなのかな、ちょっと語彙力があってやばい、もうなんだよこのデッキかよ、うさライトロードも入ってんじゃん、なにこれやばいかもしんない、ちょっと待って、ちょ、やばいやばいやばい、ちょ、それはそんなやばいって、ライトロードティアラメンツやん、これ未開機ライトロードティアラメンツやん、これヤクザやん、これ通称ヤクザデッキで、これ墓地小屋しヤクザ、え愚かな、わいそう、ああああああ、キトガロス、はいどうぞ、
こいついつまで回しとんねんマジで。ティアラメンツサリーグだと。まあいいわ。じゃあお前いつまで回しとんねん問題なんだって。もういいって。もうリダン、バロネス、ルルカロス、きちいな。普通に普通にきちいな。ゲロきちいな。なんかロールバック落ちてんだよな。まあロールバックででもコピーするカードねえけど、ロールバでコピーするカードなさすぎ問題が発生してんだけど。スタンバイフェーズ、はい、はい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 、でくわえられて、でさらに何ですかこれ、リダンの効果も起動するやつですか。キモい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 。俺のターンやって、俺のターンなんやって。うわ、ストーンスイーパーいったわ。ティアラメンツシェイレーン墓地送って、リダンの効果で除外する。でシェイレーンの効果が起動される。キモすぎる。ちょ俺のターンなんやって。ちょわ落ち着いてマジで。ちょ一旦落ち着いて。あー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 あああああ、もうあーあそれ犯罪だろマジで。そうさ、ペルレイノでさ、それキトカロス悪ムーブ、これ許されていい動きじゃないんだよな。マジでこれ許されざる動きしてんだよな。トリビカルマン落ちてるし、もうふざけんなよマジであいつ。まあ、でも言うてあれか、まあルルカロスとバロネスがいて、で墓地白雪ね、でキクシャトリラ、はい、でティアノメンズ、まあでもさすがにこんだけ墓地壊したら落ちるか。キトカロスで5、ティアラメンズクシャトリアで3でしょ。いやさすがにやばいかこれ。うーわ、きっしょきっしょ、出た、やばい、激きっしょカード持ちをした。ふざけんなマジで。お前オチ強すぎだろ何枚墓地肥やしてんだよふざけんなよ。はい、遊戯王終わりました。まやかし王家妖霊譚、まやかし知らぬ言い語りの効果をロールバックでコピーされ、私は、まあ、お互いなんですけど、持って札で激草的からモンスターを特殊召喚できないらしいですこのターン。こんなうまくいくことある？じゃあこれさすがにこれ相手、まあ俺も悪いけど何も引いてなかったから、これ相手上振れすぎじゃない？